根選手と太田忍選手。これはね、これはねすごいね。めちゃめちゃ僕この試合好きなんですけど、太田選手のポテンシャルえぐいなと思った。あれ曽根選手首折れちゃうぞあの投げ方。曽根選手もね、まあ来陣来て5連敗とか言ってるけど、うん、あの石原慎吾とかにも勝ってるし、かなり強い選手です。普通に強い選手なんですよね、うん、そこであの勝ち方っていうかあの試合をできるのはマジで相当ポテンシャルある。やばいですね。なんか UFC とかいける可能性一番持ってるんじゃないかなと思いますね、うんうん。まあさすがにやっぱね、金メダリストだよね確か。銀か。いや、えぐいよそれは。あの組の体力とテイクダウン能力、えぐいですね。これで打撃ついてきたらマジで負けもんになると思う。確かに。まあ今まだね、それこそ甲斐とか、あの辺のトップ連中とやると多分まだ勝てないのかなと思いますけど、うん、本当、ツイッターで喧嘩になると平本とかは多分子供扱いできると思います。あ、そんなこともあったんですね。一回触れてしまえば多分テイクダウン防げないと思うね。体重全然違くない？いや、バンタムだけど、フェザーでもやってたじゃん、久保選手とか太田選手。あ、そうか、うん、だから別にフェザーでも多分楽だと思う。なるほど。すごい成長の速さもすごいなと思って見てましたね、うん。まあ、今後すごい期待できる選手ですね。楽しみですね。